ルイ・ピエール・ムイアール・ムイアールの著書の図版。ルイ・ピエール・ムイアールは19世紀後半に重航空機を研究したフランス人、リヨンに生まれ、カイロで没した。彼の研究の一部はアレクサンドリア滞在時代の鳥の観察記録に基づいており、後にライト兄弟にも受け入れられた。彼は多くのレポートを発表した。最も有名なのは百八十一年に、 フランスで刊行された L ・ Empire de ル・ a i r であり、その中でムイアー r は固定翼を持つグライダーを提案した。この著作はすぐに同分野の古典として認知されるようになり、1893年にはスミソニアン協会によってエアク Empire of the Air も出された。ムイアー r は1856年からグライダーの実験をしており、滑空が 未来の航空にとって重要であることをよく認識していた。その洞察は後にドイツのオットーリリエンタールと共有されることになった。AB でルイス・ムヤー0時5分16セプテンバー2009ありがとうございます。